小さい頃からの夢だったアイドルになって4年、ワンマンライブをやってもお客さんはせいぜい70人ぐらい。それでもずっと応援してくれている人はいるし、期待に応えたい。大きなステージでライブをして、テレビにも出るんだ。そうだね、来年はテップワンマンできるよ。ジュリちゃんどんどんレベルアップしてるもん。ありがとう。私最前にいる。もう早いよ。ジュリちゃんの夢は全力で応援する。うん、ティフの客席で感じたあの熱気、ゼップのステージで絶対ワンマンやりたいもん。あ、明日行くお店ちょうどセールだ。え、ブーツも買っちゃおっかな。いいね。買い物した後さ、駅の中にあるカフェも行きたい。え、私も行きたいと思ってたとこだ。そこ行こう。ジュリちゃん先帰ります。うん、大丈夫。お疲れ様でした。お疲れ様。何食べる？うーん、パスタ。ねえ、太田さん、太田さんがアイドルやってるなんて私知らなかったです。さっき教えてもらって。地下アイドルってやつですか？まあそんな感じかな。絶対売れると思います。可愛いもん太田さん。そんな私太田さんのこと応援します。ツイッターフォローしますね。うん、ありがとう。46 47 48 49 50。あ、お姉ちゃん明日どっか連れてってよ。無理、ボイトレの後バイトやもん。空いてないとつまらん。いきなり来るけんや。そろそろ物件決めないかんって思ってさ。春から女子大生やもん。はいはい。でみんなは元気？元気だよ。お父さん今年もお祭りの挨拶でお姉ちゃんのこと宣伝してた。おばあちゃんはさ、ジュリーはいつテレビに出るんだって言って新聞のテレビ欄毎日チェックしてる。そう、夜行バス全然寝れんかったけんもう寝るね。お姉ちゃんまだ寝らんと？配信とかいろいろすることあると大変やね、アイドルって。てかお姉ちゃんのお宅とかおると？いるよ。遠くから来てくれている人もいるし、いつも来て。いつも来てくれている人もいるし。ジュリちゃんの夢は全力で応援する。うん、ティフの客席で感じたあの熱気、ゼップのステージで絶対ワンマンやりたいもん。でも最近頑張りすぎてない？え、全然だよ。あんまり無理すぎないで。ちゃんと寝てる？寝てるよ。ほどほどにね。私たちの思いはプレッシャーに感じなくていいんだから。大丈夫、ずっと応援してくれてるからこのままじゃ終わらせないよ。時間です。ありがとう。またね。ありがとう。またね。ありがとう。ありがとうございます。ドロン。今日も来てくれてありがとう。嬉しい。今日新しい曲も。私の自慢の推し、ジュリちゃん。
チューリちゃんは大きな目標に向かって日々努力を重ねている。私だったらすぐに心折れてしまいそうなのに、本当にすごい人。いいとも。いいとも。じゃあ明日もライブも遊びに来てね。チューリちゃん今日も可愛かった。なんで可愛いのに売れないんだろうね。可愛いだけじゃダメなんだろうね。パフォーマンスも良くないとか。チューリちゃんもパフォーマンス最高じゃん。そうだそうだ、そろそろチューリちゃんの努力が報われてほしいだよね。あーでも悔しい。明らかに他のメンバーが足引っ張ってるのに。チューリちゃんの夢は全力で応援する。うん、ティフの客席で感じたあの熱気、ゼップのステージで絶対ワンマンやりたいもん。かえちゃん、どうした？あ、ごめんごめん、一瞬幽体離脱してた。何言ってんの。本当に面白い子だよね。新曲の時さ、かえりちゃん歌詞間違えたよね。え、本当に、うん、嬉しい。あ、明日行く店ちょうどセールだ。え、ブーツも買っちゃおっかな。いいね。買い物した後さ、駅の中にあるカフェも行きたい。え、私も行きたいと思ってたとこだ、そこ行こう。チューリちゃん先帰ります。うん、大丈夫。お疲れ様でした。お疲れ様。ね、何食べる？パスタ。おー、ねえ、今日のさ、あれやばくなかった？やばかった。ねえ、見た？見たよ、やばかった。本当にやばかった。疲れた。ねえ、またチューリちゃんゼップ連れてくってオタクに言ってた。え、マジ？現実見えてないのかね。オタクもいいの聞いてどう思ってんだろう。まあでもいいんじゃん、夢見たって。だって私たち、アイドルでしょ？ねえ。やばい、やめてよ。マジウケる。卵味。うん、ね、これ美味しい。食べる？食べる。いいな、うん、何味だろう。違うのかな。周りがどうだろうと関係ない。来週3日のライブあんじゃん。だる。いや、それな。もっと頑張って、もっと大きいステージに立って、ね、絶対にみんなに恩返しするんだ。チューリちゃん、コンビニ行きます？あ、私他のグループのライブ見ようかな。はい、行こう。何食べよう。何のアイスにしようかな。何が人気なんだろう。シャーベットがいいな。私たち、シュピーです。チューリちゃん、よろしくお願いします。まだいたんだね。あの子っていくつだっけ。若くて可愛いアイドルいっぱいいるし、きついよ。もう頑張って女だと思うけどね。はい、ラベンダーパープル担当、さやちゃんこと藤野さやです。よろしくお願いします。え、誰誰誰誰？バイトの友達、アイドルやってんの。へえ。あ、これからみんなでカラオケ行くんですけど、太田さんも行きません？すいません、今日はちょっと。アイドルが男と遊んだらまずいか。売れてもないくせに。すみません、サインください。ちょっとやめなって。いいじゃん。つうか、三つ色が可愛いんじゃね？可愛い、可愛い。いや、カラオケ行こうぜ、早く。太田さん、怒っちゃったじゃん。
仕上がり。疲れた。あのさ、いつも移動のところうまくいかないし、サビももっと揃ってた方がかっこいいし、最後にもう一回合わせよ。まだやるのね。みんなライブ続きで疲れてるよ。そうだけど、もう少し練習したらもっとかっこよくなりそうだなと思って。あとは家で自主練ってことで、もう帰りません。チューリちゃんもたまには息抜きしないとですよ。さっきの練習、目の前にお客さんがいると思って本気でやってなかったよね。チューリちゃん必死すぎて全然周り見えてないんだよ。みんな十分本気でやってたよ。帰ろ。なんでアイドルやってるの？は？何？チヤホヤされたいから？違うし。じゃあなんでアイドルやってるの？どんな目標があるの？私は本気でゼップに行くつもりだよ。現実見なよ。もうちょっと気楽にやりません？みんなで楽しく。そもそもうちらってそういう感じっすよね。すみません、売れてもないです。絶対売れると思います。だと思うけどね。かわいいもん。おばあちゃんもさ、チューリーはいつテレビに出るんだって。そういう感じっすよね。現実見なよ。チューリちゃんは諦めない人だもん。だから私たちもゼップワンマン信じてるよ。最高の景色見ようね。ゼップで待ってるからね。チューリちゃん負けるな。チューリちゃん頑張って。チューリちゃん連れてってね。チューリちゃん最高だよ。チューリちゃん絶対行こうね。チューリちゃん絶対行けるよ。チューリちゃん、チューリちゃん絶対行こうね。チューリちゃん、チューリちゃんが一番だよ。一緒に頑張ろうね。すみません、限界です。私もっともっと応援する。幸せもらってるんだから。俺もバイト増やそう。どうぞどうぞ。週2回でしょ。週3回ぐらい増やしなさい。こいつバイトやってない。とにかくチューリちゃんが一日でも長くアイドル続けてくれるように乾杯。乾杯。福岡県から来ました、太田千里です。根性には自信があります。お姉ちゃん有名になってね。うん、行ってきます。まだ始まってないんだよ。歌もダンスも精一杯頑張ります。皆さんこれから応援よろしくお願いします。こうで11時に切る。かわいい。
皆さん、今日は来てくれてありがとうございます。私はいっぱい夢を持っていました。ZEPPでライブして、みんなに恩返ししたかったし、テレビにも出たいって。そうやって夢を公にして活動してきたことで、みんな期待してくれてたのに、たくさんのお金と時間を使ってくれたのに、みんなに何もできないまま卒業することになってしまいました。期待に応えられずごめんなさい。忙しい中来てくれてたのにごめんね。チューリちゃんには感謝してるんだよ。え？仕事でやってらんないことばっかでも、チューリちゃんの歌聞いて踊ってる姿見たら、また次の日も頑張ろうって思えた。チューリちゃんみたいに真面目に真剣に生きようと思ってさ、なんとか大学卒業できそうなんだよね。いつもチューリちゃんがここで待っててくれてて、みんなにも会えて、ここが俺の居場所なんだなって思えた。もう俺は全然ダメなやつのままなんだけどね。チューリちゃん、結局ZEPP連れて行けなかった。ごめんね。ううん、いいの。でも応援してくれてたのに。私ね、学校にも友達とかいなくて、人生楽しいなんて思ったことなかった。でもチューリちゃんがアイドルをしてくれてたから、住んでるところも違うし年齢も違う。普通に生活してたら出会えてないような友達と出会えたの。騒いだり語ったり、本当にこの4年間楽しかったな。萌香ちゃん、本当にありがとう。チューリちゃん、時間です。チューリちゃん、ずっと大好き。ありがとう。またね。アイドルというドラマはどんなエンディングかは重要じゃないと思う。転んでも、顔をぐしゃぐしゃにして泣いても、理想にたどり着けなくても、全てのシーンが美しく誰かの魂を震わせる。だから夢をつかめず変わらない日々に見えたのかもしれないけど、変えてるんだよ。
たくさんの人の人生をね。こんなにアイドルがいる世の中で、みんなはどんな夢を持ってるんだろう。いくつの夢を見てるんだろう。きっと全部を叶えるアイドルは存在しない。全力でやれるかが重要なんだと思う。君は全力だった。しくないでしょ。